綺麗だ。はい、カトリコです。ここまで行かないとないから、マジで一番初めに来た時ドキ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 。You told me that you love me, you weren't ever gonna stop, and that's how I know. This. I belong where you go. Open. Hi, お待たせ。すごいやる。どうした？11月だよね。でもこれあったらさ、ぽいちゃん雪の中走れるで。なくても走れるん。でもこのサイズか、うん、でもでかいな。寂しいじゃん。はい、お買い上げ。ちょっとでかくね。はい、お買い上げ。でもこれが一番ちっちゃいの。そうかな。ママちゃんの方見てや。俺が先や。俺のや。落とした。落とした。落としたどこや。これや。違う。ご視聴ありがとうございます。モーリーファミリー、けっちゃんとさっちゃんです。けっちゃんとこわちゃんです。よいしょ。しい。久しぶりのスノーピーク白川高原のキャンプフィールド参りました。で、前回お借りしたこのね18番サイト気に入ったんだろ君たちな。ね、もうランランずっとできるので、こちら今回も同じ場所、全く同じ場所を借りさせていただきました。で、今回はスノーピークがあれや主催してるプレミアムウィークエンドというイベントでやってまいりました。スノーピークが直営してるキャンプフィールドを全ブラック以上のステータスの方に貸し切りで利用できるっていうのを行ってるサービスっていうか、はい、イベントですね、うん、今年からやな。そうやね。そう、ご飯がね食べれるっていう、あの5500円で食べれるっていうのもあったので、食べ飲み放題そうって言ってたので、まあそこで今日はちょっとゆっくりさせていただこうかなっていう感じで、ほんまにね私たちね今回ねほんと何もしないよ。2泊3日なんですけど、ちょっとこじんまりとさせていただきました。ストーブ中に置いてちょっと過ごさせていただこうかなっていう。ここのドッグランサイトは電源もついてますので、電源もねファンヒーター使わせていただいてって感じです。夜はあのお友達の方にお邪魔します。そうそうそう、お隣絶対やから。暖かかったらあっちで雑魚寝でもいいかもね。星綺麗かもしれへんな。うん、でね、今回もぜひ最後までご視聴お願いいたします。楽しんでいくぜやろとも。イエーイ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 、タッチタッチタッチスッキャンタッチ、ありがとう。これこれ、はい、あ、いいですね。お客さん、ああいいですいいです、ああそうそう、いいねいいね。
貸し切りキャンプに。ぺっちゃん。ぺっちゃん。ぐるっと回れますね。で降りてくる感じか。特にあれですね、真ん中こう行き交いができるような道みたいなのはなさそうでしたね。B サイトもフリーなのかな、これ。ねえ。休みますか？廃れたベンチ。歴史を感じるね。あ、で、あそことつながってるんだね。え？右ですよ。え、あそこ行き止まりかな？なんか池が出てきました。池が出てきてます。いや、どうですか？この先なんかあるんですかね？あ、怖い怖いね、スノーピーの外に出たってことね。え、戻りますか？さっきの右の方行ったらいいのかな。緑のコップに緑の茶って色分かれへん。うまい。言えてる。いや一番この中でくれるのはキーちゃんやと思ってるんですか。いや、ダメ。止まったんやけど、もうお店全部閉まってる。あ、本当ですか。な、佐山も泊まったよな。佐山のあの PA のあのレストランのあのわらじカレー美味しかったよ。あんま、あれあのごっつやつ2枚の方。さて、今からですね、スノーピークの何も見えねえスノーピークのですね、初日のユーザーズダイニン ングプレミアムウィークエンドのユーザーズダイニング。そうなんです、なんかやっぱり分かるんですね。お客様に控えるシートを。はい、はい、私モルク、うん、もうじゃあ5人いますよね。欲しいな。いただきます。皆様キャンパイでございます。そこは一応そこ座りしてもらったな。あ、よかったね。楽しい。もう酔っ払った。あ？もう好きっぱらやからもう酔っ払った。もう注文もらってきて。皆さん今回軽食と言われてますが、軽食じゃないですね。がっつりご飯です。ということで酔っ払いさっちゃん、ビールとともにこのがっつり飯いただきます。お腹ここ3回分。まあ。これとから揚げ美味しい。普通はハイカラですけど、私は美味しい美味しい、やばい。誰や、軽食って書いた。この通りめっちゃおすすめ、超美味しいです。これね、キャベツに見えてね、ピクルスです。キャベツのピクルス、最高。あ、いい、めっちゃ綺麗よ。上できいいや。投資はしたくありません。テント内です。寝てます。ほぼ寝ます。
うっすりです。マモちゃんの布団の中なのかな、はい、はい。はい。はい。おいしいか。ただいま。見えにくいな。ただいまファンヒーターは15度設定の室内16度でございます。いや、いいですな。こんな感じで今回はミニマム、おもり、装備ですので、かなりね、こじんまりとご用意させていただきました。いやー、楽しすぎた。うん、楽しすぎたな、本当にな。いっぱい飲みましたし、いっぱい食べましたし、いやー、やばい、やばい。超食べたし、超飲んで、お腹パンパンです。そのパンパン具合の中、すぐ寝れるよっちゃんがすごい。私、結構まだお腹パンパンで、いやー、ちょっと動かないとなって思ってるんですけどね。よいしょ。腹筋でもして寝たらいける感じかな。あいつの胃袋はどうなってんでしょうね。スペシャルウィークエンド初日でしたが、すごい楽しく過ごさせていただきました。明日は今日みたいな感じではなく、なんかね、焚き火トークが催されるみたいなのですね、そちらの方に夜足を運びたいと思いますが、なんかね、日本酒のイベント、あいつ修造さんがね、日本酒持ってきて販売してくれるそうなので、それもね、ちょっと楽しみに。まさちゃんはどっちかというとビールに走るのかもしれませんが。でね、あさっての朝は、今度はご飯がございますのでね、モーニング。そちらも楽しみに、はい、過ごしたいと思います。では、皆様、今日も一日お疲れ様でした。いっぱい飲みました？いっぱい食べました？もうお腹パンパン、幸せな気分で眠ってください。さちゃんたちももう幸せそうな奴らが先に寝ておりますので、さちゃんも後に続きたいと思います。ではおやすみなさい。また明日。おはようございます。ちょっとぺっちゃん、ママちゃんのお布団取りすぎ。ああ。一人でこんな感じでママちゃんのお布団をどん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 取ってってますね。ぺっちゃん専用のお布団でも買ってあげようかしらね。よし、おやすみ。さあ、私たちは温泉に行く準備しよう。外 2.2 度、まくない 11.7 度、寒いじゃないですかお兄さん。だいぶ冷えだな。ね。湿度 91% やばい。そうなんだよ。あのね、すごいの。あのね、霜が降りすぎてね、もうこんな、はい、びっしょびしょ。さすがですね。みんな結構朝風呂行くんだな。皆さんお早いですね。どうも、おはようございます。ね、綺麗ですね。うん、めっちゃ綺麗。ちょっと多いかな、もしかしたら。よいしょ。じゃあお風呂へ行ってまいります。ぺちゃん、すっかり起きた？ぺちゃん、ぺちゃん、すっかり起きた。おいで。はや。よっ。よっ。何してんだろうね。オリコンシングだったら詳しくやめる。もうね、あの、全部片付けもさせていただきますので、よろしくお願いします。マジの機械やんな。マジな、めっちゃ怖い。やつや。マジの機械って、この間の。うん、お茶入れる？せやな。んきょー。
やち、で、やち、よだれな、ママちゃんに対してのよだれな、そんな美味しいん君ら、すごいね。ええ音してんな、あいい音してんな君。おやつ置いててた。うん、忘れてた。柚子胡椒もちょっと持っていこう。ありがとうございます。よいしょ。はい、お待たせしました。よいしょ。見て。見とけと。揃ってますね、なかなか。南蛮エビラーメン、すご。え、南蛮エビラーメン、うわぁ、ちっちゃくって、熱っ、うん、なちゃんが熱いかもしれない。うまい、うん、ちょっとうまいわ、うん、うまい、あ、おいしい、うん、うーんとか言ってずーっとうーんって言って食べて、そんなシーンありました、餃子、まあ、知らん、餃子の冷凍餃子のシーンがある、へー、あかんない、おー、あパチパチできてますな、いい感じ、狙い次、なんかいっぱいが入ってんやけどね、一個でいい、10入りました、10入った、ありがとうございます、この音で、その音が餃子だね。いただきます。どうでしょうか、宇都宮餃子は。うん、おいしい、うん、おいしい、うん、ようござんした、あれ取り組む、うん、皮うめえ、うん、で、味がある、飲んでるからね、ごくんじゃないの、ほんとに、うん、ほんとだよ。お前山の家、煙突でも先に上の煙突部分をこう引っ掛けて宙吊りして、多分それで調整するんだと思うんですけど、だからあれ205でしょ、うん、106両とくれてる、ありがとうございます、これグレーディングしたら超綺麗、おかしいな、いっぱい頑張った、私が払う、何かが燃えてそれはいいのでしょう、私が払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 う、ちょっと調べてくるのがこれに合うよ、こんばんは。こんばんは。今日あまり二人でも喋ってないしな。いいお散歩だけ。だいたい10時ぐらいが消灯やからね。眩しいわ、嫌い。うん。だから気をつけないと。上にあまり抜けないように。はい。よいしょ、これで就寝です。早い、完結ポーは入りました。おもちゃを先に寝ると、うん、やろうと思う、すでに寝てます、ね、うん、今日は広いからいいんじゃないか、サジさん、まあまあ広いよ。なんだっけ、2枚分あります、うん、右左持ってきたからね、で、さんちゃん真ん中で寝るんやろ、おっきそうとして、あ、ここだし、君たちは一つの彼と怒ってた、いつここだし、私どこ、私、ついてる、抜けろよ、
入れろよ。いいじゃん。寝ぼけてんのかよ。寝ぼけてんのか。いや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 。もう一回じゃないよ。なんか拒否してんのさ。これリード外すよ。うん。外すよ。はい。はい。入った。よいしょ。入ってた。うん。はい。じゃあみんなおやすみ。OK。一回だけ。待ってやで、ね、落としてちゃんと見てふかわり言わずともあごしてくれんのありがとう。たまにで待てよいいよしだこみに気持ちいいですね。朝ごはん食べに行きます。かったんだね。白川高原はね、もう絶対朝ごはんは食べに行かないとダメです。そんぐらい美味しい朝ごはんが待っております。もうちょっと早く起きて、もうちょっと体動かしてお腹空かせよう思ったんだけどな。ドミディッシュ、ドミディッシュ、ああ、それグレープ、これオレンジ、うん、はい、ありがとうございます。どうしたポアニャ。ダミです。どうしたペロペロし始めた。あ、ひらちゃんよかったね。ひーちゃんも牡蠣が入ってる。お皿だけ置いたらどうですか。うん、お皿だけ置いて、何食べるんかな。迷いお疲れ様でした。海鮮丼を食べるといわきのバラミューっていうさ、海鮮市場の目の前にあるから海鮮も買って帰れるおまけついた。まあ、海鮮丼食いに行きましょう、ね、全然おかしいことでは、まあ、海ちゃんは多分海鮮って言うやろな。2泊3日で楽しませていただきましたスノーピークのプレミアムウィークエンド、これにて終了でございます。お菓子の話や、前回パンいっぱい食べれたんですけど、今回全然食べれなかった。お腹を空かせるって結構大変ですね。美味しかった。今回の動画いかがでしたでしょうか。この動画いいと思いましたらぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。下の概要欄にムーリーファミリーとね、いろんなこと書いてます。で、使ったギアとか、なんかこのおすすめギアとかも下の概要欄に載せてますので、ぜひ気になった方見てみてください。それでは残りちょっと片付けて帰りたいと思います。次回の動画でまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。
メカジキのヒレだそうです。甘いわだろう。超ホロホロプルプル。俺のやつ、プルプル。俺のやつ、俺のだわ、俺のだわ。